ジャンプ流。ジャンプ流。体感カラー作画。これは言わずもがな、緊張しますね。年ぐらいからもうあの老眼で徹夜明けもう本当にね目が疲れて見えなくて今ちょっと アップですけどいいですかね。もう下書きは本当に多分漫画の作業の中で一番ぐらい嫌いなんで本当雑ですね僕下書きは。もうなんか適当な当たりって感じですね。なんか、うん、下書きであんまりがっつり入るってことはないんで絵が線がだいたい連載中もなんかこんな感じですかね。どっちかというとこうなんかスピード重視というかどんどん上げていくっていう感じですかね。たまに本当に全部見えなくなるから消えちゃう時あるんですよね。
なんとなくざっくりとしたペンはもうこんな感じですかね。もうペンはもう作画の中でもう一番嫌いで、あ違うさっきなんか言いましたとにかくもう僕もうガリ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 書くんで、もう線汚いんですけどね、とにかくスピード重視ですね。誰と戦ってるんだっていうぐらいスピード重視でやってますね常に、はい。
まあ色が入るからいいかっていうぐらいの感じの線ですねこれ。そうですね、今日はたまたまペンのノリが良かったんですかね。開きすぎててどの角度でも描けましたね、なんか。そういう時がありますね。クルクルしますよ僕も。
なくできたような感じが。色はもう本当に一番嫌いで、うん、色はやっぱりトリコはまあだいたいぬる色決まってるんですけど、新しいキャラクターとかはやっぱり最初に色を決めるのが大変で、それですごい時間かかるんですよね。やっぱなんかこう顔が怖いんで、なのでなんかこうちょっと肌も明るめに塗ったりとか、ちょっとオレンジで明るめの服着せたりして、まあなんかあんまりちょっときつくならないようにはしてますね、うん。毎回同じ青でも微妙に違う時もあるんで、薄いもう少し薄めの青だったりとか、肌の色も少し違う色使ったりする時もあるんで、まあ、その時のなんか、まあ、絵の感じだったり、まあ、気分だったりしますかな。なんか普段もっとこう他に塗る箇所が多い時は、もう今これ完全に決まってる、塗るのが決まってるところは保留して他のところから塗りますね。まあ試しというか、今はそうですね、光入れましたけど、白いところが多い方が楽なんでね、塗らなくていいんで、その理由が 100% ですかね。もうパキッとした感じの、例えばこの影の線もこうラインを引いちゃうんで、ブワーッとぼかすっていうよりは、そういう意味では、まあ、コピックはまあやりやすい方ですかね。いまだにでも難しいですね。僕苦手ですね、トリコは。タケシはもう足でも描けるんですけどね。ジャンプ流変身創作の現場から。あ、どうも、初めまして、トリコを描いてます島袋です。今日はよろしくお願いします。これ今玄関入ってすぐのところなんですけど、僕が漫画家になってから5軒目の仕事場なんですけど、その都度漫画もどんどん増えていくんで、実家に送ったり、まあ、あと家にもあったりするんで、これは本当一部、もう本当に、ちなみにここトイレなんですけど、トイレ入るときにパッと何か撮って読んだり、昔書いてたたけしの時代の、スタッフで佐々木くんっていう子がいるんですけど、こちらのキングゴルフっていう小学館から出てる漫画が佐々木くんの漫画ですね。僕のスタッフで初めてこう連載をして出世したという、子ですね。はい、仕事場2階です。どうぞ。ここ一軒家なんで、前の仕事場でものすごい下から苦情が来たんですよ。うるさいということで、はい。なので次は一軒家を借りて今やってます。ここはキッチンですね。スタッフと一緒に、食事をするところですね、はい。まあ、僕はこれを使って食べるんですけどね。それはこれはトリコのもう埃かぶってスタッフに誕生日にもらったやつなんですけどね、どうしようかね、ちょっと手に余ってる状態なんですけど、この辺はもう料理の資料なんですけど、でこの辺が動物だとかこう猛獣を描く時のこう、まあ大体こういうのを見て、だこの辺りは結構よく使えますかね。このジモンの肉もいいですよね、これを。次はみんなでここ行こうかとか言って話して、エガちゃんですね、これは。原稿上がりにちょっとこうスタッフで乾杯したりもするんで、
こういう感じですね。ういーみたいな感じでここでやるんでね、エガちゃんも一緒にみたいな感じで、はい、一回も見たことないですけどね、その時ここで書いてますね。僕の机があの奥の、ここですね僕の机がここで、こっちがスタッフですね。今レギュラー4人でやってるんで、この仕事場で初めてこの給食スタイルにこのスタッフのテーブル、まあ僕も含めてしたんですけど、みんながこう向き合うというか、そこが全部あのこう、ま、ガラスなんですよ。すぐあの外なんで全部をこう壁に向けれなかったというただそれだけの理由でじゃあ中央に持ってこようかっていう。うちのハン君がですね、あそこに顔があるんですけどね彼なんですけどね、みんなでチェックしながら、でも大体彼が普段仕上げやるんで、まあ、みんなの作業が終わった後にみんなが一緒に仕上げやるときに確認しながらって感じですかね。アシスタント長いですね。うちも最初の頃からいるんで、7年半ぐらいですかね。ずっと変わってないですね、はい、いいのか悪いのか、はい、皆さん仲いい、良かった、仲いいですか。はい、もう普段はもうずっとチューしてますよね仲いいですよ、仲いい、まあ仲が良くなかったら多分もうどっかで行ってるでしょうからね。まあでも和気あいあいとやってる方かな、はい。これダイエット選手権をねスタッフでやった時にもうこれ読めない、薄くなって見えないですけど、1ヶ月でね5キロみんな痩せるぞっていう目標でね、これはやりましたよ、ちゃんとフィットでそんなので痩せたやつ初めて見たって言われましたけどフィットで僕5キロ痩せましたこれあの薄皮アンパン21個、これうちの一時期あの仕事場であの大食いが流行ってましてこう好きなものってあるじゃないですか、こうみんな無限に食えるこれはみたいな、本当に何個食えるのかみんなやってみよう、それぞれみんなそれぞれ好きなものをこれだったら無限に食えるっていうやつを、これちなみにうちのこのさっき の, あのハン君が薄皮アンパンは無限に食えるって言い出したんでじゃあ何個食えるかやってみようっていうことで21個が限界でしたね僕そばがね、ざるそばが好きでざるそばやったんですけど全然ダメでしたね。もうコンビニのざるそばを食べたんですけど7個ぐらいでもうダメでしたね、まあ、トリコと関係なくはないかもしれないことも、体を張ってスタッフでやっていこうということですね。ちなみにこれをやった後はもう数時間使い物にならないですけどねスタッフは、まあ、僕もですけどこれはなんか昔買ったやつですね。もうずっとこれはもうごっつい感じとかはもう僕が高校生ぐらいの時にやってたやつですね。これが出たのはもうちょっと後だと思いますけど、うん、よく見てましたねこの辺は、うん、その辺から結構、まあ、笑いギャグ要素とかもあるじゃないですか、まあ、作中に、はい、そういうのは参考にするんですか。トリコではそんなに、たけしはもうものすごい 100% ぐらい影響を受けましたよね、たけしの時は、はい、トリコではそう、そうですね、うん、今だと何でしょうね、トリコで影響を受けてるもんな、バタリアンとかですかね大丈夫ですかもうバタリアンですよね、やっぱりなんでここにあるのかなっていう、今パッと目に入ったんでね、やっぱグロい文字も多いですからね脳みそ食いますからねバタリアン、はい、もう何もないですけど、これもうあのちょっと大きめのもうダイニングテーブルをそのまま置いて、大きいやつが欲しかったんで、広いやつがもうそのためだけに、でもま、うん、そうですね、気に入ってますけどねこれは、う
ガタガタすんな。僕まず髪が剣闘士なんですけど、これは多分あんまりいないと思います。これちょっと規格の大きさじゃなくて八つ切りのサイズなんですね。このテンプレスケールで測ってこう点を打ってるんですね。こうやってトン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 ってで枠線引いてるんですよ。ギリギリなのがちょっと嫌なんですよね。なんかこの辺のスペースにちょこちょこっとこうなんか練習したり、周りが空いてるんでなんか余裕があってなんかいいかなって今思いましたね。ペンはこれですね。これは G ペンですね。もうこれが多分普通の買った状態のやつですけど、これをねでかいペンチでこれちょん切ってるんですよ僕。これ同じやつなんですけど、ここをねバッツリこう切ったやつがこれなんですよ。ここが長すぎるんで持ちづらい。でなんでこれはじゃあ切ってないのか、全部切ってるともうどれがどれだか分からなくなるんで、今ペン先変えたやつはこの長いやつだったなとか、あとこのなんか巻いてるのもこれなんかこいつは使い込んでたけどなんか名残惜しいからちょっとこいつはもうちょっとキープだみたいな感じですかね。トリコはこれで、たけしの時は僕 G ペンじゃなかったんですよね。あの丸ペンだったんですよ。すごいあの昔あの筆圧が強かったんですぐこうブワーッと開いちゃうんですよね、ペン先が。あの G ペンとかだと今はやっとあの年で握力がもうほんと激減ですよね。もう鉛筆ももう 4B ぐらいを使いますからね、もう、はい。これはおそらく連載ネームだと思うんですけど、結構ちゃんと書いてますね。こんなにちゃんとネームを書いてた時があったんですね。今はこんな感じですね。このもう何ですかねこれ。僕もわからないですけど、思い出しながらこうなんか1分後にも1分後に自分で解読できればいいんで、後から見てもあんまりよくわからないですけど、あとこれはあの昔僕があの連載前に文字を考えてこういうやつを出そうかなって思ったりして考えてたやつですね。この辺のこうストックがもうすぐなくなったんで、すぐ読者に募集しましたよね。これグリーンパーチっていうキャラがこう出てきた時なんですけどね、これ当時あのそこにあの貼ってあるたまたま編集部員小池っていう小池が担当だった時にですね、この原稿持っていかないんですよ最後まで。とか言いながらどうしたのかな小池って思ったら、グリーンパーチだーとか言ってるんですよね。何どうしたのどうしたのって言ったら、もうちょっとなんかキャラデザどうにかならないのかみたいなことが言いたいのかなっていうふうに僕はじゃあちょっと直そうということで、こうタトゥーみたいな模様をこういうふうに入れてみようかとか、この時も原稿上がってたんだけど直接書き込んでこうここだけなんか色をつけようかとか、気持ち悪いですねグリーンパーチで。なんか多分これがあれですかね、結局こうなったのかな。グリーンパーチ人気高いと思いますよ。グリーンパーチなんかどっか行っちゃいましたけどね。多分これのもう模様が何もない、なんか真っ白いただの変な気持ち悪いやつだったんですね。それを最初それをこう担当の小池はって言ってましたね。最終的にそれに仕上がった時は、こういう風にしよっかとか、だからいろいろ僕も尋ねながら確認しながら、はっきり言えばいいのになとか思ってたんですけどね。って言ってました。
お酒を飲みに行くことの方が多いのかなっていうぐらいの感じですけど、まあ喋ってて、まあ漫画の話をしながらこうテンション上げてくれる存在というか、すごい大事ですね。はい、すごいことですよね。これはなんかこう、例えばミュージシャンってなんか何万人とかの前でライブとかするじゃないですか。でもやっぱなんか僕らこう漫画家って読者に会う機会はないですけど、よく考えてみると何百万人っていう人に読まれてるっていう、それを考えるとすごいなって、やっぱそれがやっぱジャンプなのかなっていう、うん、やっぱそこでやっぱり連載できてるっていうのは本当に自分でも嬉しいですし、それだけやっぱり答えなきゃいけないなっていうふうには思いますけどね。はい、漫画はもう僕ら長くやってるプロでももう本当難しくて、未だにどうすればいいのかなかなか大変ですけど、やっぱなんか一つだけ思うのはやっぱ具体的に書くことかなと、もうそれ以外にないのかなっていう、やっぱ書いてそれを自分で読み返して人に読ませて客観的な意見を聞かないと、うん、まずその次の段階に行けないのかなっていう、なんかそのもう細かい階段を繰り返すしかないのかなって、もう僕ら今もう進行形で思いますけど、はい、もうとにかくこれだけは確実に言えるんですけど、時間はものすごく早いんで、どんどん書いてくださいっていうことですね。はい、ジャンプ流実技漫画テクニック、第16回、吹き出し。吹き出しはセリフを入れるだけではなく、書き方によってキャラクターの心情も表現できる重要なパーツだ。画鋲と厚手のカッターマットを用意しよう。今回はキャラクターの心の声を表すときに使われるウニフラッシュの書き方を学んでいこう。まずは鉛筆で当たりをつける。この時中心点も決めておこう。続いて内側のあたりにペンを入れていく。厚手のカッターマットを下に敷き、中心点に画鋲を刺す。画鋲を中心に定規を当て線を引いていく。線の長さが均一にならないよう意識しながら描いていこう。内側からはみ出た線をホワイトで調整。ウニフラッシュ完成。続いてトーンを使ったフラッシュの描き方を紹介。上から薄く当たりと中心点をつける。先ほどと同様にカッターマットを敷き、中心点に画鋲を刺す。金定規を使いトーンを削ろう。プラスチック製の定規はカッターで削れてしまうので注意。
当たりを消す。消しゴムだとトーンも消えてしまうので気をつけよう。最後に余分なトーンを剥がせば、トーンを使ったフラッシュ完成。